お金に執着するバカはこれからどんどん苦しむ時代。逆に言えばお金なんてあってもなくても関係なくね、幸せじゃんどっちだってってやつがより笑顔になってく時代が来たぜ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。よっぴーたかぴー、よしかたかひろ、チャララン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 、ピゲ白髪まみれ悟り、マスターでございます。こうマスターっすね。ちょっと背中がうって なっちゃった感じ、今日は。ね、うっていう感じになっちゃったの、僕は。ね、こうやって、うっていう感じに、ね、なっちゃったんだよね。なんだこのくだりはね、何回繰り返すんだってね、無駄な時間使っちゃって。ごめんなさいね、マドモアゼル。あのね、今日楽しいまたテーマ持ってきましたよ。お金。お金ですよ。すごいね。お金ってね、本当にね、すげえなんか人をこう惑わせるというかさ、人にとって大きなテーマをこう見せてくれるというかね、そういうものじゃないですかね。で、まあ、僕にとってもやっぱりお金っていうものはすごくね、力を持ってるものだって思い込んでたんだけど、そんなことなかったやないかつっていう、それただの俺の執着だったみたいな感じの出来事がもうゴロ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 、もうバフンバフン起こってんのね。バフンバフンブルンブルンね、もうゲロンゲロンね、もうなんかちょっと言葉がね、なんかこう擬音がね適当すぎてちょっと伝わらないかもしれないけど、もうバルンバルンなわけですよ。もう本当にビュルンビュルンね、もうやかましいわって話だけど。で、まあ今日僕が言いたいのは、これからの時代っていうのは、そのやっぱり日本がさ、日本だけじゃなくて世界ね、その資本主義の経済ってやつ、これぶっ壊れてくるわけですよ、どんどんね。だからもちろんね、急激に0から100ってわけじゃないけども、お金の価値とかも確実に変わってくる。で、今までお金こそが全て、まあそこまで思ってるつもりはなくても、お金がすっげえウェイトを占めて、お金を追っかけて執着してきた人はすげえ苦しむ。それを手放していくことがこれから大事な時代になってくる。で、ハートフルフルね、ハートフルフルフル、変な噛み方、噛んだんだかなんだかよくわかんないような喋り方になっちゃったけど、ハートフルオープンフルティンね、ワンネスラブの次元のシリガルゴッドになってくると、お金入ってきたらもうだってそれ喜びとして循環、愛として循環させようみたいな、別に持ってても持ってなくても幸せなんだからさ、みんなで共有していこうよみたいな感じの人がより幸せになっていく人生時代ね、このダブルね、人生でもあり時代でもあるっていうね、そういうね、アセンションの時代が来ちゃいました。これがアセンション。だから、アセンション、ね、地球ごともちろん次元上昇してってるから、その地球のエネルギーのさ、変化っていうものに順応していくのがやっぱりシリガルゴッド人生なわけで、そうじゃなくてもマインドがさ、これバカなんですよ、こいつ。このバカ。バカに支配されて、お金こそが全てだっていうような囚われにいる人たちは、これからすげえ苦しむ。ね、それは、お金をたくさん持ってようが、持ってまいが、関係ないのね。そう。そういうことなのよ。今ね、うちの猫が、もう餌箱にさ、餌ないんだよ。もう残り物が朝食べたやつのちょっとくっついてるやつを、またなんかいたずらして食べてたみたい。かわいいね。本当にかわいいね。俺と猫どっちがかわいい？猫だね。そうだね。正解。それは正解。ね。ただとにかくね、今日僕がもう声を大にして伝えたいのは、お金っていうその古いそのね、資本主義が作り出したお金っていうものに常にとらわれて、ね、お金をたくさん手にしてれば認められるんだみたいな、本当にね、そういう生き方してる人ね、俺の周りにも5万といたんですよ。ね、もともと僕ほらアフィリエイトっていうさ仕事をしてきたじゃん。で、今ねアフィリエイトって結構衰退してるんですけど、やっぱり未だにアフィリエイトっていう仕事をやってる人たちは全員がそうとは言わないけど、やっぱお金にとらわれてるやないかっていうやつばっかりなの。これはね、わかりやすいよ。なんでかって言ったら、アフィリエイトってそもそもさ、人に商品とかさ、何かコンテンツね、何かを紹介する仕事ね。で、僕はもともと、まあちっちゃい頃から、もしくは本来は僕だけじゃなくてみんなそうなのかもしれないけど、なんかいいなって思うものをさ、人にあげたりとかさ、シェアしたりとかした時にさ、わーありがとうってイエーイっつってこうお互い喜べたらさ、すげー幸せだなみたいな。だから俺がちっちゃい時もなんかフルティン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 ってみんなの前でなんかフルティンになったら、みんながハハって笑ってくれたから、僕にとってはそのフルティンシェアっていうのはさ、すごいなん人生の最初のワンネス体験というか、フルティンをシェアしたらみんながただそれだけで笑ってくれたみたいなね。ちょっとこの例えは良くないね。
大人になってやっちゃったら本当にすぐに こういう感じでね捕まっちゃうからさ、そうじゃないんだけど、まあ何かね美味しいものなんかこう親からもらったものを友達にじゃあおにぎり分けるよっていう感じになったらさ、あ一緒に美味しい一緒に食べて美味しいねみたいな感じ、そんな感じで人に何か自分がいいなって思ってるものを紹介するってことは僕すごい大好き、今でも大好きね。ただそれがビジネスとかになってくると、アフィリエイトもそうだけど、自分がいいなって思ってないものを紹介した方が売れやすくてお金になったりするのよ。でよく言うあのネットワークビジネスとかもさ、商品はすげえいいものが多いのに、なんかそこにこう正義みたいなものをさ、かざして、あっちは間違ってるこっちは間違ってる陰謀論がなんだとかさ、なんか都合のいいように自分たちが一番みたいな感じの情報を植え付けて操作したりとか、だから本質からずれてるじゃん。それって結局マインドのバカね、おバカ、このファック、マインドのバカのマネーのね執着に支配されてんの。だからお金に執着してるっていう人は、お金のためだから仕方ないなんて言いながら自分が自由になって生きるのが怖いだけなんですよね。そっちにもう尻がるごっとな人生になれないだけで、それお金のせいにしてるんですよ。で僕もこのね4月から独立をしたわけじゃないですか。実は2月3月でねそういう恐怖と向き合ったの。そうは言ってもお金がねなければやっぱり生きていけないじゃないか。まあ確かにそうなんだけど、でもなんか嫌なことをやってお金が手に入るみたいなことをしてない人もいるわけだしさ、わかる？ね。で僕はやっぱり自分とこう向き合い続けた結果、あ俺なんかお金のせいにしてんじゃんみたいな、自分が自由にやることを 怖いからお金のせいにしてやがるじゃんっていうのが、お金の問題がなんか解決をねした瞬間にお金が解決したのに怖えじゃんみたいな、結局怖いやないかっていう、そこで気づいたんですよ。これお金関係ねえやみたいな。でそれ以外もねできない理由とかを並べてるのは、自分が自由になっていったりとかね本当に幸せになっていくことがね怖いわけですよ。そこに気づいていくとどんどん幸せになっていくよ。だってその恐怖と寄り添ってちゃんと見ていけばいいだけだからさ、受け入れていけばいいだけだからさ。でそれを目を背けてる人は結局お金っていうものに自分の価値をね映し出して、例えばさお金を持ってて外から見たらすごい幸せに見える素敵な旦那さんみたいな人をね、持っていてなんかさ裕福な暮らししてるんですよみたいなことを言ってる人であったとしても、実は過去にすごいしんどい思いをしてお金に対する悪いイメージがあって、お金さえ手に入れば私は幸せなんだっていう思い込みの中でそれを手にして、そこに執着、お金を持ってる人、お金を持ってる旦那さんとか、そういうのに執着してってるっていう可能性もすげえあるの。それって結局そういう人ってね、分かるんですよ。話をするとそういう人ってお金を周りにシェアしようとしないんです。なぜかって言ったらすごい苦しい思いをして、自分は人生で苦しい思いをしてようやく手にできた財産だから。そうじゃないね、執着してない人っていうのはお金持ってる持ってない関係ないんだよ。で持ってて執着してる人っていうのはそんな感じ、周りにシェアしようとしないのよ。人間の本質、愛っていうのは循環なんだよね。命の力って循環でしょ。呼吸も吸って吐いて、これ循環でしょ。食べたらおしっこも出る、うんちも出る、たまにおならがプーってね、さとこもたまに俺の前でプーってしちゃう言っちゃったらごめんなさい、さとこね、そういうこともある。だからそれが循環なんだけど、せき止めてるのはすげえさ、命の力として全く間違ってるわけじゃないですか。循環させていく、それをキュッてね自分のところにこうせき止めていこうみたいなことがマインドのバカがやってるお金の執着ってことで、そこからね囚われからな、もうフリーになって自由になっていくと、お金との関わり方全然変わってくるから、これ全然違いますよ。で僕なんて今お金ってあってもなくても関係ねえ、ブー関係ブーみたいな感じのもう出会いがどん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 起きてって、お金ね、お金からそのお金の囚われから自由になるみたいなことがもう実現できる状態になってきちゃった。これやばいでしょ。だからよくさスピリチュアルの発信とかで前も言ったけど、お金のブロックがあるからあなたは稼げないんですとか、なんかお金のブロックがあるからあなたは私みたいになれないんですけど、やかましいやファックファックみたいな一生やってるやみたいな感じでさ、お前一人でじゃあお金そのなにせしめてうまいもんだけ食ってなんか豪遊して本当に楽しいのって話。本当は美味しいものがあったら、あ半分君にあげる、一緒に食べよう、あ美味しいね、うん夕日が綺麗だみたいなこれでしょ普通に。愛、幸せ、ワンネスラブって、人って本当はそういうものを求めてるはずなのに、やっぱりマインドに支配されて執着しまくってる。でそこがねこれから、まあ、要するにアセンションっていうのはさ、まあ、気づいた人たちですよね。あ地球と一つになって、宇宙と一つになって、
あ、私もその一部だった。今どんどん変化をしていってる時代が、もう資本主義じゃないんだみたいな。でも表向きは資本主義はすごい力が強い。あのマインドのさ、あのこびりついたトイレのうんこと一緒だから、マインドのこのバカがねこびりついてるのとだからすごい強いですよ、力は。でももうそのね、背景というかもっともっと奥のところではどんどん自由になっていく人が現れる。僕はそういう仲間たちとこれから歩みを進めていく、間違いなく。やばいっすね、楽しい時代が来たね。俺本当に素直にどんどんハートフルオープンフルティンティンティンってやってってよかった。スピリチュアルもいろんなこと学んだけど、やかましいわやかましいわやかましいわっつって、いろんな本読みながら、やかましいわっつって、お前みたいになりたいからこうやって勉強してないで、やかましいわその方法教えろやっつって素直にやってきた結果、自分の中の怒りとかね、憤りの感情とかをどん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 解放できるようになって、今ではもうそういうね、しょうもないことをやってる人たちはもういいと、横にいい、もう本当に雑魚ね、あの雑魚は脇に置いて、リアルな雑魚、本物のね、ありのままの雑魚ね、あのフラットな雑魚ね、もう言ってること分かんなくなってきちゃったね、僕はね。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるのつってね、もうなんか音痴なんだか音痴なんじゃないんだか分かんないような音程で歌ってるね、俺はね。そんな感じだよね。だからもう今日もなんか後半はなんかハートからもう言葉が出てるから、もう全く言ってること俺自分の目で聞きながら全く理解できないんだけどまとめると、マインドなんだよ結局。お金があれば幸せとか、地位や名誉があれば幸せとかね、そういう人ってどんなにお金を得ても、どんなに地位や名誉を得ても、なくなったら自分の価値がなくなるって思ってるから、それは不幸だろうバカバカだなお前つって、なんか言ってんだお前バカなんだよつってね。でそうじゃなくて、そっから抜けて、そもそもそういうことじゃなかったと、お金じゃなかったんだよっていうね。で僕はそれはさ、アフィリエイトっていうビジネスをやったりとかさ、で、まあ、ネットワークビジネスはねちゃんとやったことないけど、やっぱりそういう情報を得てさ、いい商品だからやってみようかなって思った時期あったのね。でもやっぱりお金がなんかさ、そこにこう見え隠れするとおかしな感じになってくじゃん。本来人とさ、人とのそのつながり、フラットなワンネスラブの調和っていうのは、ありがとう、どういたしましてとかさ、おはよう、こんにちは、こんばんは、その挨拶をねしたらおはようって返してくれるみたいな、それでしょ循環って。お金もそんなもんなんですよ。だからこれからお金から自由になる人たちが僕の周りどんどん増えてっちゃうから、そうするとね、その数が少しずつ増えてったら集合意識かき換わっちゃって、ガラッと変わっちゃってるからね、もうね。その時表面というかさ、裏面と表面がもう逆になってさ、資本主義経済もガラッと変わっちゃうから、もう言ってること合わないでしょ。でもハートでキャッチできたかな今日、君はね、俺が大好きな君だから絶対キャッチしてると思うな。てな感じで最後にご紹介いっちゃいましょう。オーマイ、最高の時代がもう来ちゃったね。グッド、チャンネル登録ね、いいなと思ってくれた人はして、そして嫌だなと思った人はもう登録解除してね。で今日のお話も面白かったって人はもういいねを押して、嫌だなと思った人はバッと押して、ですげえムカつくって思った人はコメントそれに書いて、もう俺の文句をいっぱい書いて全部削除してやるからな。バイバイ、昨日と同じこと言ってる俺